はいこんに矢田部です、えー、今日はですは、ね、低学年から当たり前にやってほしいトラップをやろうと思います。普通のトラップっていうのはボールもらったら、このインサイド、このインサイドの部分でトラップするんですね。でもそうじゃなくって、これだと、あれなんですよ、こうやって手広げて、手のひらで受けると、バーンって肩まで動くのが、次です、親指で触ると、親指だと、ポンともうここの肘までなんですね、ダメージ。なので、これも指で触ると、そうすると次の動き、速くなります。ぜひやってみてください。